アルジェリアの14歳のお手伝いの少女が経験したポルターガイスト・ポルターガイスト現象あるいはポルターガイストとは特定の場所において誰一人として手を触れていないのに物体の移動、物を叩く、音の発生、発光、発火などが繰り返し起こるとされる通常では説明のつかない現象いわゆる心霊現象の一種ともされている物体の移動としては種として 建物内部に設置された家具や、家具内に収納された日用雑貨などが挙げられる。発生する状況は一貫性がなく、住人が就寝中に移動し、気象後いつの間にか移動しているのを確認されるものも、あれば、住民が起きている時に移動し、移動している状況を直接目撃されるものもある。動き方にも一貫性はなく、激しく飛ぶこともあれば、ゆっくりと移動することもある。 誰もいないのに、音が鳴り響くといったラップ現象も、この現象の一つとして分類する研究者もいる。ポルターガイストとはドイツ語で、ポルターンガイスト、すなわち、騒がしい異例という意味の合成語である。日本では、心霊科学研究会の浅野和三郎が、ポルイコール創造しい幽霊と和訳、幽霊屋敷に起きる現象として紹介した。心霊主義では、心霊現象の一つとされる。 例えば、佐藤愛子は、岐阜県富加町のポルターガイストや北海道、浦河町の別荘におけるポルターガイスト現象などに関して、心霊によるものとして説明をしている。ポルターガイスト現象は、通常では説明のつかない現象ともされる。超心理学では、超常現象として扱っている。ポルターガイスト現象は、思春期の少年少女といった心理的に、 不安定な人物の周辺で起きるケースが多いとされており、その人物が無意識的に用いてしまう念力によるものとする説もある。つまり、そういった能力を有する者が無意識的にものを動かし、ポルターガイスト現象を発生させてしまうとする考え方である。例えば、岐阜県富加町のポルターガイストでは、超心理学研究者の小久保秀幸は、 無意識的な燃力現象が起こっているのではないかとの仮説をあらかじめ抱き調査用の測定器を準備した。いたずら節削誤節振動及び建物の建築不良節コンピュータプログラミングにおいて他のオブジェクトに情報を渡すだけのオブジェクトを表す。アンチパターンの一つ。ありがとうございます。